はい。えー、それでは自己調査。アバショーバと天皇賞あれですかはい。うん4月3 0日、チャンピオンデーやって。そんなの香港チャンピオンズってやって。射天競馬ーへぇ。あ、外部がダメです、これ。あー、わかりました。了解です。アバショー所か。 キルビングやね。とりあえず。1.5倍うん。多分、この馬の相手探しをどうするかですよね。うん、サボーナでもいいかなと思ったんですけどね。アザレア賞買って、阪神に4買った馬がこう結構直結するんだよと思ったんですけど。一頭ちょっとね、見ときましょう。皮脂体感ですか。はい。えー、堀休者ですね。えー、っと、あとは6ヶ月あけて、 まあ、堀さんがね、最近、ちょっと落ち目って言ったら失礼ですけど、デムちゃんを起用してきてるんで、久々ちゃうんかなこのまともな舞台で。もうめっちゃ言い方悪いけど。はい。本気やと思っておきましょう。レーンさんじゃなくてこっちなんで。はい。えー、新馬戦ね、スキリビングに変わったんですよね。これ前紹介した したっけしてない気がすんねんけど、してないと思っとこう。はい。必死体感10番ですね。新馬戦で2000メートルだったんですけど、スキルビングがそのうちの馬やって。はい。えっ、ー、とね、折り合いつかず、も終始も首ふりふりしても嫌や嫌や言ってね、すいません、やめてください言ってね。はい、抑えて抑えて。福野さんでしたっけ、当初ね。はい。えー、無理やり、えー、4、5番手ぐらい無理やり追いつかされて、えー、スキルビングの方はね、北三ブラック三区ってところで、ちょっとやっぱあの、気象面が折り交差なんで、 はい。えー、6、7番手ぐらいだったかな。で追走しとって、まあ、森3区ってところでね、えー、皮体感の方がちょっとまあ、うん、ちょっと気象が難しいところで出てしまったんですけど。はい。結局ね、あんだけ、あの、折り合い前半めっちゃ買い取ったんですけど。はい。えー、ドーチ真ん中で、えー、スケリビングの方が競馬しやすい、えー、外外で直線コースですね。はい。 これすごいですよね。一旦スキルビングが勝ちパターン入って、さっき追い出しかかって、必死体感なんか出だしね、折り合い書いて、はい。残り 300?200 通過ぐらいの手前ぐらいかな。はい。明らかに追い出し遅れたんですけど、まあ、これを最後、スキルビングを差し切ったっていうところで、やっぱり能力はでかいですよ。いや、やっぱ強いと思いますね。うん。まあ、6ヶ月半、開けて、 ちょっと、あの、いろいろと、どう成長したんかをめちゃくちゃ肌なんですけど、うん。まあでも、この舞台しか、ね、400万しか持ってないんで、このま,ま、えー、とりあえず2着でもね、賞金加算は必須なんで、んここしかないんで、ここ逃したら、ほんま、次行くとこが、ほんまに、うどうなるんで、ここは本気だと思っときましょう。でむちゃん、東京何ぼのザンクラか。 7レース芝あ、ダートえー、6レースは芝やな。o です。まあまあ、1回でも経験したらいいか。とは、ルメちゃんは東京は、まあ、無双そうですよね。8レースか。スキルビングは、えー、どうでしょう。んまあ、さすがにここは、買って、次乗り捨てるんかな。えー、スキリビングでダービーやったっけそんなことないよな。あれルメちゃんはダービーって誰やったっけトップ、えー、何やったあれ。あのーえー、トップナイトじゃないんだっけ えっと、あの、えー、っと、出てけへん。2着やったまあー、出てけへん。えー、忘れた。<laughs> えーっと、と思うん、あれだあいで行くんかなわかんんけど。ここはまあ、勝手のいしてのパターンかな。はい。えー、問題は天皇シある枠順に決まってしまいまして、えー、っと、どうですかもう、うちですかこれうん。とりあえずうちでしょう。 シルバーソニック、ボルドグフーシュ、外行ってもおたし。はい。もう、ジャスティン・パレスとタイトルホルダーしか望みないですけど。うーん、まあね、えっ、ー、と、土曜日雨なんで、雨降ったらタイトルホルダーが、バーバー的に味方するかなと思って。やっぱりね、前奏見とったらね、あのー、やっぱ強いですわ。はい。あの、59キロで8馬審査。 解消、うん。で、プラス今回雨降るとしたら、ま、このままでしょうか。はい。あの、阪神校舎って言いたいんですけど、あの、中山中江ちゃん、京都を走ってないのは、ほとんどのまがそうなんで、もう、これはもう度外視です。だから4歳、5歳は結構、ね、京都の経験が浅そうなんで、もう、どのを一緒の条件は保ててください。 そんな気にすることないです。あの、ほとんどのマがまともに経験してないで、も走って1回、2回のしかもなんか昔の2、3歳でしょ。もう論外です。はいとなると大統領だかなと思ってます。ジャスティン・パラスがね、パンパンな両馬場やったら本命かなと思ったんですけど、雨降ったらワンチャン、ちょっとしんどそうな感じするんで、うん。あとはまあ、あれかな、レベル高かった日系賞な気がするんで、ディア・スティマがあの、応募で3着粘られたっていうところで、 ねえ、38秒かかって3着粘ってるんで、かなりの勝負根性とスタミナありそうなんで、まあ、ここぐらいかなと思ってます。はい。ちょっとね、内訳でディープモンスターとか、ね、狙いたいところだですけど、やっぱちょっとレベル落ちるんで、窓、まあ、オープン買ったまでしょう。さすがにここで G1 の長期離はしんどいと思うんで、あとはすくべき球がどこまでリカバリーできるか。まあ、ディープ温度もね、チャンスあると思うんですけど、ちょっと あとれかな年齢と状況を変えてみたときに、もうピークはやっぱ過ぎたかなというところ。はい、うん、まあ、あと、まあ、開幕2週目なんで、うち雨降ったとしても、うちそんなに局面悪くならないと思うんで、バス素直にシルバーソニック気待してゃんですけど、相当枠じゃしんどいかな。はい。 レーンさんは別にヨドの長距離得意かっていうともわからんところあるんで、ボールドグーシュカーダさんもちょっとね、ヨドの長距離だとどうかなというところですね。かといって、内目沼で、この大舞台でってところになると、ちょっとやっぱ各場ワンパンチ落ちるんで、まあ、素直に1番3番からで、まあ、紐できて、まあまあ、この印沼のでどっか行っておくるかなぐらいですかね。これ以上は来ないと思うんですけど。 アイアンバローズメロディーレもちょっとレベル低いもんね。はい。よろしくお願いします。またちょっと明日の本ちゃまず阿波バショーですかね。今週ライブは確か言った通り土曜日はできると思うので日曜日が多分ダメなんでよろしくお願いします。はい。ご清聴ありがとうございました。